現地やってきました。どうも。いやー、暑い。暑いですね。暑い。僕でも、ね、うん、豊砂駅から来たんですよ。はいはい、幕張豊砂、うん、そしたらなんか風がすごくて、お豊砂にやってたら中止になるぐらいの風。いや、マジでちょ、豊砂の砂がちょっ と飛んじゃう感じで、マジでやばく、本当にやばかったです。ここ来たらめちゃくちゃ暑いです。いや、暑いっす、はい、ということで、はい、最高の野球日和なんですけども、はい、中野さん、今日の注目選手は。今日は谷内選手。あれ、ちょっとあれなんか昨日見た気がするんだけどな。今日も投げます。あ、今日も投げんの、はい、あ、すごい。谷内さん、はい、1点も取られてないで、いつかな、あの大谷コーチみたいな感じだね。そうそうそう、あの中継ぎで投げてたの予告先発大谷ってなってた。うん、そんぐらいのレベル。そんぐらいの挙動者やってくる。あ、なるほど。じゃあ今日中継ぎで出てくるんじゃない。先発で行くと。あ、先発で行くの。25勝、うん、え、一応なんかローキ君が先発予定らしいんだけど。フェイクです。もうトラブル。フェイク。もうトラブルが起きる。一応ね、うん、ここユニフォーム着てきたんですか。ああ、着てきた。17。でも谷内選手投げます。あ、なるほど。僕のね、注目選手はもう何と言っても推しの東條投手ね、うん。やっぱり。いないんだ。え？いないんだ。こっちがボケてこっち渋滞すんだ。いないんだ、うん、ボケて。いや、でも東條投手がね、ちょっと怪我しちゃったっていうことで、はい、でもこの人はね、やりますよ、今年も。見てください、石川慎吾選手。いないんだ。いないの。背番号も違うんだ。いないの。変わって背番号も変わったの。ボケるなぁ。ボケるなぁ。誰を応援すればいいの、じゃあ、今日。全員応援してくれ。いっぱい、うん、全員応援してくれ。でも、今日まだスタメンがね、分かんないですけど、そうですね、やっぱり、安&グッチの、ちょっと一発見たくないですか。そうすね、はい、ホームランがまだね、ロッテ出てないですよね。ホームランが出てない。出てないし、安はヒット出てないし、うん、山口選手は一本ヒット打ってるけど、うん、なんかあんま調子良さそうじゃないんで。はい、ちょっと下位打線がみんな0-0-0-0みたいな感じになってるので、ショウゴさんとかね、うん、ちょっとね、なんとか頑張ってほしい。はい、まあ、なんといっても、この人ですよ。ロッキー君。ちゃんと、はい、ちゃんと持ってる。はい、もうロッキー君にね、はい、今日は期待して。まあ、そうですね、はい、まあ、まず何より、うん、そうですね。点を取られないことが、ね、重要です。監督ですか。ね、あとでもこれ一緒に取ってますけど席が違うんですよ、ね。あ、そうなんです。今日ちょっと別々で席を取っちゃいまして。なんか悪いことじゃないですよ。はい、これ、ね、うん、撮影終わったスンとかじゃないですけど。あ、スン。たまたま僕もなんか急に来れることになった。いやいや、良かったでございます。どの席、はい、どの辺なん。あ、僕ね、実はラグーンなんですよ。うわ、はい、レフトのラグーンでございます。こんな3連戦のラグーン取れるんですね、はい、そうなんです、当たりまして。やば、当たりましてというか取っていただきまして。ホームランボールとかね。そうですね、うん、ちょっと奪ってほしい。あの、うん、フェンスのなんかギリギリたまにあるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれをだからよじ登って、うん、手出して取って炎上してほしいです。和田君張りに駆け登って駆け登って、はい、うん、ね、止めなきゃなんか、うん、ホームランのそのでもレフト側なんで、はい、そのロッテ側のホームランだったら僕が取った方が幸せじゃないですか。いや、まあまあ、そう。いや、だからそう叩き落としちゃう。あ、じゃあインプレーみたいな、ね、うん、今シーズン初のロッテのホームランを叩き落としちゃう。なるほど、うん、炎上商法です、はい、ということで、はい、皆さん今日で炎上ということで、はい、大炎上ということで、はい、期待してください。期待してくださいということで、はい、とにかくね、開幕戦3連戦、はい、勝ち越してほしい。そうですね、ということで、勝ち越し、はい、頑張って出せ、はい、皆さん、現地の皆さん熱中症に注意して見ましょう。はい、マジで暑いということで、はい、試合後も2人で撮ります。本当に2人かな、本当に2人かな。